お疲れ様です。お疲れ様です。本日の社内でお願いします。いやちょっと、まあ、ライバルって言っていいんかな、まあ、ライバルというか俺が目標にしてた人をまさかの羽田空港がむちゃくちゃ混んでて、まあほんま1時間もう1時間超えたかなっていうぐらい待たしてしまって、すごく申し訳なくて、しゃあない。謝ってください。すいませんでした。はい。はい、もう早速じゃあもう紹介してください。はい。お願いします。浦部弘隆、もう今引退したから、まあ、くんさんが来てくれました。はい。よろしくお願いします。ごめんなさい、待たして。いや全然大丈夫。よろしく。はい。でも一時間ずっと待っていただいて。いやもう殴られるかな思って。いやほんまに。いやあんまり申し訳ない。いや浩二くん初じゃないですか、はい、もうこんな YouTube とか始めて、このご自身が戦った選手。初ですね。初やし、まあ一応もう引退されたんで。はい。っていうのももちろんあるんですけど、うん、まあ自分はこう普段で仲良くて。その表に出るときだけバチバチにするみたいな、うん、そういう八百長的なことを俺はしたくなかったんで、はい、まあ現役中は、うん、嫌われて一人でいいやと思ってやってるんで、はい、まあそういう意味では、広田君が引退したんで、うん、自分からちょっと出てほしいって言いました、はい、メディアの前で対談みたいなのはもちろんないってことですよね。ないし、どっちか多分、まあ俺はずっとヒロヤンヒロヤンって呼んでてね、うん、やってたけど、やっぱ俺も多分嫌いやと思うんでね嫌いとかそんなんじゃないですよね、別に僕は。はい、はい、だから、別にガンとデラックスで会ってもまあ普通に話しますし、はい、YouTube の出演も全然うん、OK 出したんですけど、はい、帰ってる後ちょっと後悔したんですよ格闘技のこと語ることあるかなって。いや、なんかどちらかというと多分僕もこの浩二チャンネルのファンだったり、世間の格闘技ファンの皆さんは割とまあ当時の話だったりも聞きたいのかなと思ったんで、ちょっといくつかご質問を用意してきたんで、今日2人に聞こうと思ってます。まあ浩二君からしたらもう先に K1 で活躍されてたのは間違い、まあ浦部選手じゃないですか当時。まあ結構ね、俺これ俺初めてちゃいますよ、選手にこういうことを言うのって、うん、上から目線なんでね、いつも、はい、でも同い年だからヒロヤンって言いますけど、はい、ヒロヤンがいてくれたから、うん、ずっと目標やったんです。10代の頃からずっと目標にしてて、でちょろっと格闘技でこうなんていうかヒートとかのチャンピオンになった時に、はい、もう表舞台でずっと活躍してたのは彼で、はい、まあ、彼が実際格闘技から引っ張ってましたし、はい、俺の階級だって、タケポンとかもそうじゃないですか、はい、あの子とかもやっぱり先輩で、はいはいはい、彼を目指してやってたと思うんで、俺は すごいこうコンプレックスで、はい、なんで同い年で彼がね、まあホットクラッシュのチャンピオンでな、うん、すげえ活躍したから、もう絶対にやりたいと思ってて、はい、なんとしてもたどり着きたいっていうのがあって、でまあいつも俺言ってますけど、まあまあ才能もないし別にね波の選手やったんで、どないしてたどり着くかなって言った時にこれしかないと思って、まあ二人つくのがかっこいいわけじゃないですよ、はい、でもこれが俺の手段やと思って、もう一生挑発したんですよ、はいはいはい、ヒートのチャンピオンの時からもうずっと、まあ、多分彼には届いてなかったですけど、うんうん、もう一生やらせてくれた、俺がやったら勝つと、はい、一生言い続けて、もう何としてもやりたいっていうのがあって、うん、だからもう俺の目標やったんですよね、うんうん、ずっと。それ実際叶うまで何年かかったんですか、唯一つ、やったのいつだったから20、俺が8ぐらいやんな、20そのぐらいか、お互い多分8ぐらいでしたね。そう、そうだから彼はもうその当時はもうチャンピオンになったりして、う、ね、もうトップに、はい、ほんまのトップファイターで行ってたから、はい、もう俺はもう逆にねまだまだ上がってない。でも 彼からしたら俺とやるメリットもなかったと思うけど、まあうるさかったでしょうね多分俺はもう一生挑発してたんで、はい、ほんでやっと捕まえたとか、そのたどり着いたってことですよね。逆に浦部選手に質問なんですけど、はい、浩二君の存在っていうのは K1 に来てから知ったんですか。 K1 に来てからだったかな。なんかね、後楽園ホールで僕の名前を出したことを後から聞いて、はい、それでなんか知ったんですよ、はいはい、ヒート時代の時は正直言うと知らなかったです。あ、届いてないってことっすよ、届いてない片思いみたいなね、はい、で、まあその後もね、勝ち続けて、でもそれでもずっと、まあ、僕の名前を言い続けてたから、ちょっともう、なんていうんですかね、その時僕も現役だから、はい、それに対してあ、だったらいつでもやってやるよっていう気持ちでいたんで、うん、バリキー強かった。そうっすね、今めっちゃ、ね、めっちゃ荒々だし、はい、勝った、もうなんか目つきとかやばかったし、うん、そうっすね、
それこそほんま結構わけわからんやつとかも芝居やったやんな、まあ、試合でそうだったかな。でまあずっと浩二君が追いかけて、まあ、当時トーナメントっすよね戦ったのって、うん、トーナメントになっただけで、うん、当初はワンマッチやったんですよね、はい、あそうなんですよ、うん、どうですかさこう試合をいざ組まれるってなった時の印象。そうですね、やっと組まれたかっていう気持ちと浩二がやった時っていうのは正直言うと少し気持ち的にはもう穏やかになりつつあった時期ではあったんですよ、はいはいはい、もっと若い頃はもっとピリピリしてる時あったんで、だけどなんか久々にちょっとこうイライラというか、はい、そういうのを思い出した試合だったかもしれないですけど、組まれた瞬間、はい、なかなか相手に対してその時思うこともなくなってきてたんですよ、はいはい、久々にちょっとこいつは絶対やってやるっていうふうに思えた試合、はいはい、まあ、僕昨日も会見見直したんですけど浩二君が挑発する前からかなりイライラされて、うん、あれがもう長かったですもん、そのあれ俺がちょろっと最近ねちょっと SNS で煽り合ってこう試合が組まれるみたいな風になっちゃってますけど、はい、あのもう俺めちゃくちゃしつこかったですから、はい、もう何やるたびメディアやるたびに彼の名前を出して、うん、彼とやりたいと、うん、あもうなんで俺とやらんねやと逃げんのかもうずっと言ってきたんで、はい、それは勝ち聞きますよね、はい、ではそのまま試合組まれて、まあ、あの会見ですよ。これはもうやっぱり挑発する延長戦で行こうっていう感じだったんですか。まあ俺はそもそも今も言っててやり合う可能性あるやつにしか煽らないし尊敬してるリスペクトしてる人にしか煽らないって決めてて、はい、だから俺は上の人しか煽ってきてなかったと思うんですよね。自分が上やと思ってる人に絶対こいつを食いたいってやつにだけ煽ってきたんで。そうですね、なんて質問ですか。どういう意気込みで会見に臨んだ。ああ、だから何としても怒らせようと、はい、彼を怒らしていつもの戦いをさせんとこうと思ってましたし、はい、イライラしていつものペースを乱してやろうと思って、はい、もうだってまず彼は言われることなかったもんね、その下から。なかったですね。まあ、結構ね、キャリアも積んできて、うん、割と実績もその時はあったんで、うん、でも下のやつらがもうどっちかというとやられて光栄ですとか、はいはいはい、みたいな位置にいたから、はい、その逆を取って普段言われ慣れてないことを言ったらイライラするやろなと思ってまあもう挑発しましたよ。その当時頭に来ましたよね、うん、だけどね、格闘技でもそれでいいなと思っていて、うん、今の人たちって割と相手に対してそんなに感情なくリングに上がって戦うみたいな、うん、競技化しちゃってる部分が、はいはい、もうちょいね、その憎しみあってもいいと思うんですよ、うんうんうん、そのなんかリアルな人間的なところをこうね、バチバチやるっていうのは面白いと思うんですよ。じゃああの時なりには結構気合は入ったっちゃ入ったんですか。やっぱりその久々にこういう、そういう気合、そうですね、気合入りましたね。正直あの時は俺が勝った当たり前の試合なんですよ、うん、それはどういうことかって言ったら多分あれね、タケポンがねあの時出てきてたんですよね、はいはい、で先輩後輩じゃないですか、はい、だから2人からしたら絶対決勝でやりたいわけですよ、うん、やりたいし、あ先輩やから絶対何があっても俺が優勝してやると思ってるわけですよ、はい、だからトーナメントを見てるわけですよ、はい、彼は、はい、俺は見てないです。俺はもう何としても彼に勝てばいいと思ってるんで、うんうんうん、さあそこで差は出ますよね。だからあれワンマッチやったらまた変わったかもしれないし。あ、じゃあ浩二君はあの試合も正直トーナメントで優勝狙ってないわけじゃないけど、そこよりも…いや、ぶっちゃけ狙ってないです。それは運が良ければそれなりたいですよ、はい、やけど、彼に勝つことしか考えてなかった。だって何年も追いかけてきましたから。俺は締めと思ってましたよ、その時も俺に向いてきたぞ、この壁は、はい、みたいな、はい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 、どうですか、浦和選手からすると。どうですね、なんだろうな、どうだったか。まあぶっちゃけ忘れたよな。そうするともう忘れてますね、だいぶ、うん、そのどうだったかな。なんか浩二君の数ある試合の中でも本当にトップ3に入るぐらい手数がすごい目立ったなと思った。もうそれ戦略だったんですか、ね、だし、やし、あれですよ、東京に来たのって彼のあれですよ、彼とやるのが決まって、はい、俺は東京に出てきたんです。その前まで東京ってはっきりやったんです、はっきり言って、はいはいはい、東京という土地が嫌いというか、俺は地方からの成り上がりみたいな格好つけてたんで、うんうん、そこで東京来たら一緒じゃないですか、はい、って思って俺は地方からっていうのをコンセプトにしてたんですけど、彼に立たないと何も始まらないと思った時に、あの大悟さん、はい、見てもらいたいと思って、うん、あの彼との試合が初めて大悟さんに見てもらった試合なんです。あ、そうなんですね。だからそんなかけてやってて、だからたまたまそれが東京やって、はい、今東京にこうしておるわけなんで、うんうんうん、でも彼との試合が決まってなかったらまた違う人生やったと思うんで、だから俺がこうよく言うのは彼がいたから今の自分がいるってよく言うんですけど、はい、それはもうマジリアルに
そうなんですよ。だからターニングポイントはもう浦部宏隆ですよね。間違いないですね、はい、どうですか実際試合を終えて判定で敗れてしまったんですけど、結果的にはね、あの負けてしまったんですけど、なんか自分その時の自分は割と負けた試合も俺は負けてないと思えるようなタイプだったんですよね、はいはいはい、今となっては正直言うと現役中のなんかその功績とかはもうどうでもいいんで、はい、もうその時は個人に対してもそんなによく思ってないですし、うん、試合後ももちろん団体離れてからは特別な感じはまあ特になかったですけど、なんか最後判定終わってリング上で、まあ、コージ君から歩み寄って話したと思うんですけど、あそこは なんと話したんですか。このことを言ったんじゃないですか、多分あなたがいたから今の俺がいて頑張れてきたみたいなことは感謝を伝えたと思います。コージ片思いの街です。大丈夫です。はい、別に俺の会社の規模は1、3拠点になって全部30人ぐらいの。俺の勝ったイメージはめちゃくちゃ不器用な人だって、俺はこの人にして無理っていうタイプで一人で会社とかやっていくんかなって俺は見えてた。